ばんは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まどかのハンナリ TV、 本日は8月14日です。とても綺麗な夕焼けです。8月14日の間ありがとうございました。今日はですね、あんまり予定が決まってないんですが、またボンジュール京都ラジオの方を聞いてみてください。私はポッドキャストっていうのに登録してもらっているので、またその機会がありましたらですね、インターネットで、まあ、YouTube 見れてる方は使えると思うんですが、ぜひぜひ、インターネットでラジオの方を聞いてみてください。あとは9月にもしかしたらちょっと関東の方見ていただける機会があるかもしれませんので、ぜひよろしくお願いします。納屋町商店街に行きました。あれは大手筋か、久しぶりすぎて何店やったかしらという感じです。昔です。さあ、どこに